じゃあ続きやっていきたいと思います。前回は兵糧軍ちょっと痛ぶったっすな。今回はいよいよ一人ですよ。かわいそうにぼっち大衆で、こっちがいっぱいいるのかな。46負けちゃいますよ。たった46じゃないですか。こっち60人で攻めてもいいぐらいですね。どんなもんなんですかね。なんかかわいそうですけどね。そんな風に思ってしまいます。なんかみんな割と優秀人材ですね。そう思います。62、あ、大丈夫、人が少ないからちょっとみんなで移動しましょう。こちらに移動して、みんな移動して、はい、金をいっぱい持っていきましょう。兵糧が1000ぐらい持っていきますか。はい、みんな移動します。はい、どうぞ。どっちでも、施しも与えて、はい、これでここは終わり。人は多いですけどね。投与、あ、できないんだ。ちょっと訓練して、60だからですね。来月攻めに行かせればいいといえばいいですけどね。139、こっちは84、まあ、勝ちますね。84にちょうどくらいですかね。101、あ、これ勝ちますよ。これ、あ、こっちが割と人多いですけど26だからですね。むしろこの訓練しなくてよかったんじゃないかっていう理論ですね。本当に失敗しましたね。3ヶ月訓練ですからね、失敗したなと。まあしゃあないですね。座って、お、仲間やった。もう悪いけど仲間になりまっくりですね、皆さん。あ、中性度低い。アイテム、大盤振る舞い。偽装甲飛天。偽物なので。じゃあ、こっちで攻めますか。戦争します。なんだい、それに必要なし、必要ございません。一人やからですね、相手は。郊外、長江、これで、いや、優秀武将ばっかりで攻めるのも気が引きますけどね。周遊、超運、なんかどうしようか。これぐらいでいきましょうか。はい、連動100、残り、あ、連動1000、協力1万、上遊の大衆、
てこもりました。まあ当然ですがな。援軍とか来ないかな。さあ、艦はこちら。さあ、どうかな。援軍来るかな。ああ、援軍来ないのか。来ないっていうことですかね。風変を覚えてますけどね。残念。やん。そんな。やめてほしいです。いやー、カウンサーも攻めないで。登ってくるところを。攻めらっしゃる。古賀に騎馬能力、落雷じゃなかったか。よっしゃー、殴るぜ。11、もう与えますね。こっちは連動ですよ。すごい兵士数の数が差が圧倒的開いてますね。まあこちらですね、いっぱい殴って兵士数減らし上げましょう。強いですね、連動は。数で負けてても、ここは0なのにこっちは8やからですね。レートの違いもあるんでしょうけど、ね、野戦だったら混乱とかで動けなくして突撃が使えるんですけどね、攻城戦それができないからちょっと嫌ですけど、まあまあそんなことは関係ないですよ。うまいことね、突撃が決まればなんてことはないんです。さあ減ってますね。まだ日数的には余裕がありますのでいけるんじゃないでしょうか。はい、殴っときます。さあ音楽が変わりましたね。倍返しだところじゃないですよね、ダメージが。100連れてきて、だから1000いくら食らってるわけですね。やっぱはしごダメージはでかいっすね。地形効果すごいと思います。周囲は1000連れてきて、あ、6000連れてきて5000なので必須ですね。合わせて2000ぐらい減ってると。考えるとやっぱ訓練度が高くて優秀な、ね、指揮官がいるとダメージを受けにくいってことですね。勉強になります。おすす勉強になります。17か、まだ突撃できますよね。逃げた。10か20か、おっとっと、3、20、いっぱいいますけど突撃します。これで落とせるか、いけるか、いってくれるか。全然足りねー。逃げますかね。しゃあないです。これは勝利、まあ、勝ったんですから。よろしいんじゃないでしょうかね。
残念ながら、まあ、ここはもう取ってるので攻めてこれないですかね。ここのとこもですね、後ろここを攻めるみたいな。60でちょっと数少ないですけど、なんかいい方法ないかな。追加的措置ができればいいですけど、127そんなにいらないですけどね。あーと、こっちはどうかな。ここもそんなに良くないな。あ、ここのやつちょっと牛してあげたいですけどね。孫策104か、50あれば倒せるんじゃないですかね。どうかな。ちょっと輸送してあげましょうか。大丈夫かな。まあいいんじゃないですか。ここに能力は荘園な金兵糧兵士141で倒せ、あ、9080ぐらい送ればいいか。はい、届きました。 OK です。じゃあ攻めます。こっちですね。みんな弓だ。弓しかない。みんな弓持ってたっけ。161弓兵いけるかな。1000、1万、2000攻め込みます。攻めますよ。立てこもります。そうそうね。兵力は若くなれどってやつですね。出てきましたね。弓矢でほい5、いや耐えますな。61、レンドもさることながら、お、7、強い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 、いいっすね、いいっすね。ちょいちょいちょい、いきなり火かよ、やだな。頼むから家計とかこのご祝いで成功せんでくれって感じだ。おお、食らった。最悪。最悪やこいつ。この野郎。そんなことするんじゃない、この野郎。人を呪わば、なんとかなんとかですぞ、本当に。火が。怖いな。逆風になってくると怖いんだけど。さあ、どう動く？逆風だけ吹いてくれるなって思うけど、近づきちゃう。あーあーあ、大雨吹きやがった。なんだよなんだよ、期待してたのに。もう、ここでやろう。すごいダメージありますね、やっぱ雷の時は。全然遠いからダメだ。遠いとダメですね。
か呼んなきゃいいな。一歩引き下げたら行けなかった。どうぞどうぞ。弓矢でどうぞ。17か。次は逃げれば逃げただけ。弓矢で撃ちますよ。どうすんのかな。ずっと撃ちまくりますけど、こっちは近寄って撃つ。さあ弓矢でどうぞ。8。ああ逃げたか。まあ全然勝利ですよ。勝利あざます。はい、勝利になりましたね。エンドとか持ってるんですね。でもこっちにみんな逃げたと思うんですよね。100兵士100。あまり攻める力が持ってないと勝手に私は思ってますけど、100でござるか。0やからですね。攻められると困りますけどね。どうしようかな。こっち攻めますか。あ、実行可能な武将がいない。あ、やべ、次のターンにすればよかった。まあ、いいでしょう。もう、こちらを攻めさせていただきます。一人だからですね。はい、全力で攻めます。ちょっとひょろ一万攻めます。おお、忠誠度低いな。おっとっと、この前は攻め合ってたのに同盟結んでんのかこいつら。意味わかんねえな。さあ来い、配って来い。51。突撃してもいいんですけど、多分これ分が悪い結果になりそうなんで、はい、殴ります。ちょっとですが、この数の関係でいくと最終的にどうでしょうか。100突撃者、ほら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 、どうかな。6食らった。結構食らいましたね。20。はあ、逃げますね。1部隊だとこれが時間かかるんですよね。これが嫌だ。まあしょうがないっちゃしょうがないですけどね。はあ、逃げられた。訓練度は向こうが高いのか。追い詰めましたよ。さあとどめだ。感電しろ。勝利。
勝利です。63ですよ。しまったな、丸め込めよかった。まあそう言っても貯金すでに遅しっていうところですけどね。はい、全部訓練中ですもんね。まあ割ともう紹介試合ってわけじゃないですけどね、消化試合ですからね。こいつに徴兵させましょう。ちょっと訓練します、せっかくですから。はい、訓練大会です。3ヶ月ぐらい訓練してくださいよ。はい、じゃあとりあえず終了ということで、さあ孫作軍どういう行動を取るか。おっと長老、何か言ってきた。インコ返せと。ああ、いよいよ、もうどうせ次倒しちゃうんで。孫作何かしてくるかな。悪い噂発想、あるいは先を流す島があるんですね。うん、はい、 OK です。こちらのこちらから攻め込みましょう。艦中に何ですか。いや、いいよ、そういうのは。大丈夫大丈夫。歩兵は少ないっすね。まあ騎兵で、いけない、弓兵でどうにかしましょう。順育を副将につけて、っすね、書くかな。調査、あ、ちょっと2、3軍の人たちですけど、100弓で、はい、1万持ってかなくて、1000、1万、攻め込みます。よっしゃ、攻め込みます。持ってください、好きに。おー、いっぱいいっぱいいる。5300か、まあね、こちらも数が多いからですね。落石は食らいたくないからですね。2部隊に分けて攻め込みますよ。どうせ落石持ってんですからね、それだけを警戒するみたいな。弾も飛んでこないし、まあ大丈夫でしょう。さあ、2本登った。もうこれで勝ったも当然。登りましたからね。はい、登った。登り終わったよ。近づいてくるやつをみんなやっつけるぜ。
ミアデイズ14日、まあまあ当たりますね。近づいてきた近づいてきた。9、どうだやろ。103、勝ったな。さあ逃げるか。おっとっと、この数は勝つ。突撃、2人減った。逃げ道はないんですけどね、長老も。突撃、あ、しまった、数を間違えました。宝徳にはもう突撃させましょう。見た指、ああ直接殴るのは良くないですね。全然当たれない。こういうのは数の武力、いや数の暴力。その殴り合いは良くないですね。これ良くないな。まあね、数の上で強いから余裕で攻めれますね。弾撃ってこないってなんでやねんって。見分からなーい。さあ攻撃します。リングギアに追い詰められたってやつですな。撃ってきた。もう突撃です。最後さらば勝利。勝利。逃がしてはくれんよ。妄想が名前だった。保留にします。またか、優秀な名前だった。ダメ、宝徳もダメ。なんだろうね、人気ねえな。ご覧ご覧いただきました。召喚、交流だし、仲間になった。さあ来るか。お、仲間になった。いやー、一気に持ってますね。皇帝だからなのか分かりませんけど、仲間になりますね。ここがどうですかね。兵士101、まあ武将を見るって、まあ、まあ5位くらいですかね。ライドんなもんすかね。まあまあまあ100ですからね、相手は101なので同数以上、100人ちょっと微妙ですけどね。もうちょっと数が多いと安心ですね。そうですね、124 127。そうですね、こちらが148と、148でここを攻め落とす。148は148は数一緒ですね。でこっちは
一人、もう天下統一間もなくみたいな。劉翔ってそもそもあれかな、外交で韓国とか聞かんのかな。そうですよ、徹底抗戦発想ダメ。誰か政治力の高い人に頼んだら受けて言わんかな。無駄ならそれやめようと。あ、そうダメ、降伏しちゃいなよっていう感じですけどね。降伏しちゃいなよ、そんな気がするんだけどな。ここ徴兵したけど間に合わんすね。カウン様たちをこちらに移動させて逃げ道を塞ぎましょうか。ここ一人いましたっけ。一人か、一人だけ誰かここに魚介だけ移動させますか。移動しまーす。で、こちらを移動します。エイアンですね。みんな揃って移動します。金、ちょっと、兵糧、かなり持っていく。移動しまーす。大衆は関様でよろしいかと。はい、こちら、うわあ、中精度低い、ひどい、民中低い。そうですね、まあ悩ましいですね。兵士数があればもう目を通してもらいたいところですけどね。悩ましい。これが訓練終わったんだっけ。訓練中ですよね。次で訓練終わるので、まあ、次まで待ちましょうか。ここもまだ訓練中でしょ。いやー、訓練が多いな。また訓練中。落葉も訓練中？あ、そうなんだ。難しいっすな。ここに、ですね、こっちに移動させて、こっちから攻めさせますかね。まあまあ武将いますもんね。あ、でも訓練中か。訓練中ですね。失礼しました。はあ、ずっと考えてます。さあもう、はい、ターンエンド。何も考えずターンエンドですよ。大量のイナゴ。勢ぞろい。はい。じゃあ、とりあえず今回これで終わり。にしまして、次回が最終回になると思います。では次回も待っててくださいね。